ちの動画でもね出ていますので、今日ラジオでしたけど絵もそれから歌も合わせてお楽しみください。井上涼さんのインタビューお届けいたしました。まもなく2時55分になります。この後3時台リクエストコーナーです。3時10分からです。後ほどね。2時55分です。関東地方のニュース気象情報、交通情報、左方向です。新型コロナウイルスワクチンの5歳から11歳の子どもへの接種について各地で準備が進められています。東京港区は区内に住む5歳から11歳までの子ども1万7000人のうち希望者に来月1日から接種を始めることにしています。よしよしよし。小児科医のいる12のクリニックでの個別接種に加えて2つの大学病院などでの集団接種も進めるということです。